ガブガブラジオ。ありがとう。いやもう先週からアリスが溢れとるわ。今の僕も悪いですよ。言わんのかいっていう顔したんで。いやいや、俺この音はもう終わった音かなと思って、音はね、音楽が。確かにすいません。それ今の僕も悪いですね。はいはい。またあのくら寿司さんから、はい、差し入れ。奈良からの贈り物。いや最高ですやんか。えらいもんもらいました。最高ですやんか、うん。奈良名物ですって。そうですよ。ね、知ってましたあなた。いや僕ちょっと知らんかったっすね。だからそこまで有名じゃないねん。いや、そっちもそっちもまんじゅうやろ。こっちかりんとうまんじゅうっすね。奈良やね。イカルガで僕の隣町ですよ。あ、そうそう、なるほどね。奈良からの贈り物って最高ですやんか。なんかこれすごいやつやってさっき教えてましたよ。マジ。こちらは浜田さんにぜひ食べていただきたい。いやいや別にそのあれやねんけど、これなんか梅かなんかで、これなんか200年、なんか200年ですよね。200年の梅から作られたなんか、うんうんうん、まあまあ奈良の200年ってだからこっちの人で1ヶ月ぐらいやから。この開け方ちょっと兄貴もここ、この開け方それはあかんよ。あれちゃんとやる。箱も開けれなくなったのか。いや喋りながら喋りながらやん。性格出てるってもう。いや海外の人こうやって開けた方が喜ぶって言うやん。ガサツな、もうちょっと綺麗に開けましょう。ここはね、奈良の人みんなそうや思われるんだ。だからこっちだいたいおかしいんですよ。奈良のお土産もらって第一最初の言う感想が臭い臭い臭いっておかしいんですよ。やめてくださいよ。ほんま違う、いやたまたま匂いがこっちからしたの。してませんやんか。ほんで俺が触ったらなんか、ああまあお前は慣れてるから大丈夫かっておかしいんですよ。何も臭ないんですよ。でなんかこっちのお菓子はなんかランキングがすごいっていうおっしゃってました。1位が1位、お土産1位、ラホーまんじゅうですか。ランキング1位持ってきてこれすごいんです言うて、なんで俺に食べてほしいやつはそのランキング外のやつを持ってくるの。いやだからもうこれは献上品のやつですよね。そうですね。なかなか梅200年のね、はい、200年の梅ですよ。すごいですね。これなかなか食べれるものじゃないですよ。食べないよそんな。一個も食べませんやん。置いた。いやしますよ。置いた。いや手に取って置いた。結構置いたよね。もう一回もう一回もう一回。これ何がやねん。老人バッグみたいなの置いたね。いやこれそこえどんどん。幻の嬉し梅っていうやつなんですよ。はい、どんな200年ですよ。わ、すごいですね。置いてる。箱にしまった。どんなお味か聞きたいのに。曲聴きながら食べるわ。ああ、なるほど。なるほど。そうですね。とりあえずね。ありがとうございます。いや、すいません。いつもありがとうございます。奈良のお土産いただきます。いや、そんなんどうでもいいわ。どうなってんねん。そんなんどうでもいい。どうなってんねん。フェスはどうなってんねん。いや、フェスはだから浜田さんがやるっておっしゃったので、ちゃんと。進んでる？あの、はい、うちの、だから、岡本社長の方にもお話行ってとか。いや、それはもう前回聞いとんねん。進んでるか。ちゃんとやりますよっていう。やりますよっていうのを進めてますよ。前回意気込みね、聞いた。よし、やるぞっていうのは。いや、なんかもう、これはこうですとか、なんか、具体的になんも進んでないの、まだ。いや、どうされますか？東でやられますか？西でやられますか？え、そんな感じのとこ？まだ。そうですよ。いや、それは西に決まってるやんか。西に決まってる。それは、決まってるんすか？びっくり。いやいや、それも我々は初めてなんですか？何言ってんの？それ大阪に、大阪でやらんと意味ないやんか。あ、そうなんだ。いや、西やったら別に奈良でもいいんですよ。なんて奈良やない！なんで切れてんねんですよ。よっさんもそんな、もう、やめましょう。いや、泣く泣く来年やるとするならば、はいはい、その次の年は万博ですよ。はい、ああ、なるほど。やっぱ大阪盛り上げるためには、大阪でしょ。なるほど。アンバサダーもされてますし。そりゃそうですよ。ああ、なるほどっすね。え、じゃあ西は西でいいってことですか？いや、西よ。それも俺先週言わなあかんかったん？いや、それはだから我々分からないですもん。東でやりたい、西でやりたいの。ね、それ東京、ね、関東近辺なのか。関東近辺なのか。関東多いから。いや、もう関西。人数何人ぐらいのとこですか？人数？いや、そろそろ。いや、それはめっちゃ入るとこでめっちゃ入るとこ。めっちゃ、何そら、いっぱいあるんすよ、それ。めっちゃもう、親父がどれぐらいのね、希望でおっしゃってんのかっていうのも。そうそうそう、ゼップとかもあれば、どうもありますし。屋根ついてるとこでやんの？あんなん外でやるもんなん。いや、中もありますし、外もありますし。野外もね。ああ、そうなんや。はい、いや、外でやろう、外で。うん、
そ外外バーベキューみたいに言ってますね。感じが手軽にね。手軽にね。外でやろ外でやろ。晴れたら人数何人ぐらいですか。人数何人ぐらいですか。外でやるぐらいな。フェスの話やん。気持ちいいし。バーベキューの話だよ。フェスって申し訳ない。はい、もう何万人でしょ。もちろん何万人ですよ。2万、3万。もう多い時にはね。はい。いや、万で行こう、万で。万行こう。万。うわ、万。万行こう。じゃ、かなり大規模な。かなり、かなりでかいっすね。みんなその辺をちょっと考慮して、はい、あの、場所も早く進めて。井上さん、奈良にそんな入るとこあるんですか。いや、奈良ちゃうて。奈良。奈良は絶対に行かない。行かないよ。行かないよ。行き方も知らんし。行き方も分かんない。一本ですやんか。一本ですやん。いやいや、まあまあ、それはちょっとそっち考えてくれよ、それは。いや、まあ、ある程度絞っていただければ、こうやって西がええとか。いや、だから関西でやりましょう、はい、それはね。関西で満規模の外。そう。そう。これだいぶ決まりましたよ、これ。なんかね。だいぶでもないけどね。めちゃくちゃ決めなあかんちょっと分かってないから、俺。それは、んで、はい、早く。はい。はい、名刺やがな。もうできてるやろ、あれから。なんでそんなにすぐ名刺欲しいんですか。いや、まずは、スタートはもう CEO の名刺からやる。名刺のサイズどれぐらいがいいですか。普通でいいよ。硬さとか。硬さ表示とかあるじゃないですか。漢字がええのか、英語がええのかとか。いや、やこしいこと言うな、自分ら。とりあえず名刺や言ってるやん。いや、でも俺 CEO はつけたいんですよね。うん、つけたいよ。それつけない意味ないやろ。でしょ。だからその CEO ってこう横文字で入りますから、下はその正俊浜田の英語がアルファベットがいいのか、その漢字で、なるほど、浜田正俊がいいのか、どちらがいいですか。いや、漢字がいい。漢字がいいですか、うんうん、色は白でいいですか。なんやねん、なんやねん。いやね、出来上がってね。必要じゃないですか、うん、いろいろ今いろんな形あるんですよ、名刺っていう。これ CEO で大変なんですよ。大変ですよ。いろいろ決めなきゃいけないことが多分あるんですよ、はい、いろいろ。僕は分からないですけど、これ今いつサンプル持ってこい。次の時サンプル持ってこい。名刺のすか、うん、ね、いやいや、別に書いてなかったもええわ、はい、こういう感じ。いろんな形ありますよ。どれにしますか、どの色にしますか、サンプル、うん、いいですか。いいですか、すいません、 CEO がちょっとおっしゃってて、サンプルだけ。そう、フェスやりたいですよね。そうよ。その名刺なんか、後からでよくないですか。井上さん。こいつ、どっちって名前ですか。すいません。信用すいません。いや、ちょっと、これでテンション下げないでください。ちゃんと、やっぱり。いや、せっかく、始まるぞ。スタートはさ、手元に。いやいや、まずは俺の気持ちからやろ。あの、今テンション下げるわけにいかないですって。こらあら。どつかれる。あら。角でどつかれる。いや、まあ、こう形からこうやっぱり入っていきたいので、じゃあなんかサンプルいけます、うん、サンプル次回ね。サンプルなんか、まあでもいろんな種類があってね、CEO の大きさとか名前の大きさもありますし、ね、すいません、あの、はい、その吉本とその MBS サイドで、あの一番引っかかってるとこなんですけど、うん、そのフェスの名前だけ決めていただけないでしょうかって。ああ、飯作るも何も。ああ、まずフェスの名前がないと。なるほど。そもそも動けないんですよ。いろいろ、はい。でも、もうこのラジオから発信してるのか、もうベタやけど、ゴブゴブフェスでいいんじゃないの。ゴブゴブフェス、ゴブゴブフェス、わかんの。いや、全然大丈夫です、うん、ゴブゴブフェスで、うん、動いていきます。じゃあ、うん、名前はゴブゴブフェス。いや、まあ途中で書いてもええし、途中で書いてもええし。ダメです。それはダメです。なしか。そうそう、それは思いついたから。途中で変えんの。じゃあ急にもしなんかええの思いついたらもう変えたらええやん。変えたらええことないんですよ。それ多分発見とかいろいろあるんですよ、多分。いろいろさらに広げていかないから。いろいろそのね、例えば、これから先アーティストの方とかにちょっとお願いするときに、はい、そのフェスの名前はやっぱ出さなダメなんで。そりゃそうや。それをなんかその、すいません、ちょっとフェスの名前こっちに変わったんですよ。聞いたことない。いや、それないですね。別にその名前はどうでもいいんちゃうの。いや、でも、まずそれをつけて、言うたら、一個、こう、組織も作らなダメなので。なるほどね。はいはい。いや、それはもう、ゴブゴブっていう名前はやっぱりつけないと、意味ないでしょ。まあ、ラジオスタートですから。うんうん、じゃあ、ゴブゴブフェスで、うん、とりあえず。西で。とりあえずね。マン。マン。お。西でマン。西でマンですよね。西でマン。はい。ですよね。何やねん。シムレーター掘り込んでくる。いやいやいや、それは受け取る側の気持ちですよ。こっちは何もそこまで言ってない。何も感じないから。何も感じないです。万人のことだから。勝手にシムレーターに変換されただけなんで。そうですよ。何にも。こっちは何にも。変なマン作るからですよ。考えちゃうんですよ。あ、もしかして。
そうそうそう。そういうことですね。ちょっと固まりましたね。ああ、ちょっとね。ちょっとまあまあ、ある程度名前も決まって、場所もまあまあ分かって。だから時期とかはおいおい、またこれから先。ああ、まあ、これだいぶでかいですよ、万の。これ外で。でかいよ。でかい。すごいことになります。それをバーベキューぐらいで言うてはるから。そうですね。みんなが困ってんの。みんな持ち寄って、みたいなね。そうだよ、言うて。何人来んの言うて。な家から何やタッパー入れて持ってきてええから。あれ読んだらええがないよ。の感じでおっしゃってるんで。そうです、そうです。そうです、そうです。まずはそこ。まずはそこですね。うん、何よりも先に名刺が欲しいですね。そうです。名刺ちなみに作、どうされるんですか？いや、なんでな。会う人にやっぱ配っていかなあかんちゃうの。CEO として。会う人に、どういうことですか？え、そのどっか現場行ってとかでそう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 。わかんないですけど、うん、例えば水曜日のダウンタウン収録 TBS であります、はい、スタッフさん来られるじゃないですか。はいはい。あ、どうも。CEO の浜田さん。CEO? CEO ってなりますよ、一回。CEO? 確かに CEO って書いてますね。どういうボケですか、これ。もう、CEO でええやん。もう稲葉さん、やめましょう。とりあえず、めっちゃうるさい。稲葉さん、一回、CEO に対してうるさいよ。降格させますか？やめましょう。いっぱい、いっぱい、大人はね、大人は浜田さんが思ってるより騒いでるんですよ。いや、そうなんです。周りは、やらな、やらなっていうの。岡本さんまで行って、もう行ってるわけでしょ。行ってる、行ってる。もう、わーってなってるけど、どこでやんの？どれぐらいの人数なん？名前なんなんとか。あ、なるほどね。あ、それは今もうクリアできましたね。そう、これで動いて、だから。すっごいそういうところで。一番最初できることは何なのって言ったら、名刺作ることはすぐできるやろって言ってね。ちょっと甘いもん食べよう。ちょっと食べましょう。食べようって誰が言う ?200 年の梅のね。いや、もう、やります。もうやります。ある程度分かった。進めて早く。進めて、はい、進めて。進めていかないと。やっておきます。では CEO 自己紹介お願いします。ダウンタウンの浜田でございます。ライセンス井本です。ドリアンズの堤大輝です。ドリアンズの木村拓哉です。はい、それでは木村拓哉さん、一曲お願いいたします。はい。それではですね、ちょっと、うちの嫁さんがですね、急にちょっと、ライブ行きたいって言って、行ったのが、赤西仁さんのライブ、代々木 2days やったんですよ。今すごい人気らしくて、その曲を聴いていただきたいなと思います。仁隆のチューチューシュタインです。知らん。盛り上がるんですよ、これ。この番組は、美味しいを握る、楽しいが回る、くら寿司。パチンコ&スロット、アミューズ。物流とは価値あるもの、アクシアロジ。AK レーシングの提供でお送りします。くら寿司プレゼンツ、ビッグラポンのコーナー！ハイパーありがとうサンキューサンキューイエーなんかやべえな入ってますね。ちょ、なんか入ってた。歌の途中にすげえ食ってたけど。あといつか本人から連絡くれて、なんかありがとうねいつも言ってくれてるんです。でも私ね、ありがとうとか言ってないんですよ。はい、いや、はい、あのさっきのちょっとね、差し入れのお菓子美味しかったです。美味しいですよ。美味しいんです。ありがとうございます。さあ行きましょう。さあ行きましょう。このコーナーはですね、まだまだ知られていないくら寿司の情報を伝えていきます。はい、今回も僕たちドリアンズが、浜田さんの心を、打つプレゼンをしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。では今回お届けするのは、極上カニフィリア。カニフェアということでね。やったー。はい。はい、くら寿司さんでは、今日から8月の2日まで、極上カニフェアを開催しております。はい。はい、皆さん、カニはお好きですか？いや、まあ、そら、嫌いな人、あんま食べれない人は、まあ、当然おるけど、いや、好きですよね。カニ美味しいですよね。金沢行った時、ほじくりましたもんね、みんなで。確かに。カニといえば、冬のイメージがあると思いますが、くら寿司では、水揚げ時期が違う、世界中から独自のルートで仕入れることでですね、夏でも美味しいカニが食べられます。今回はフェアの目玉で、8月2日までの、数量限定の、贅沢紅ズワイガニ盛り。と特大ボイル本ズワイガニ一貫をご用意いたしました。独自のルーというのはちょっとこれがね、ええ、
怖いですね。怖くない、怖くない、怖くない、頑張った成果。え、何にも怖くない、全然怖い、頑張った成果ですって。これはくら寿司さんならではできる独自の事情。なんて言うたらよかったですか、企業努力って言ったらよかったですか。ああ、確かにね、企業努力の末ですよ。ああ、いいこと言うね、今あの目の前にあるんですけど、こちらですね、はい、盛りっぽに。それでは、最初にご紹介するのは、贅沢紅ズワイガニ盛りでございます。確かに贅沢やな。平井さん、すごいでしょ。試食の方お願いいたします。すごいな、これ。カニどんだけ使ってるんだっていうぐらいね。すごい山盛り。うん。クロスしてるもんね。うわほらね。うん。うーまい。うー三つです。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。もう三つ出ます。これめちゃくちゃ美味しい。わかる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 。さあ、ちょっと、井上さん、ちょっと、贅沢。紅ズワイガニ。はい、浜田さんも食べていただいて。はい、ちょっと、こちらですね、はい、カニの濃厚な、旨味を味わえる紅ズワイガニのフレークと、棒肉をシャリからはみ出るほどふんだんに盛り付けた、もう見た目通りですね。すごいね、はい、ほんまに。見た目も華やかな商品でございます。食べたいの、これ。あと、醤油はもちろんですけど、これ、レーンに流れてくる無料のポン酢あります。うん、こっちにポン酢でも召し上がっていただきたい。まんまでも美味しいよ、何もつけなくても。あ、ほんと。はい。ちょっと、いかがでしょうか。うん、美味しいですか。うん、ポン酢美味しいね。ポン酢いいですか。うん。井上さんいかがですか。いや、美味しいよ、めちゃくちゃ美味しい。うん、違うやん、井上さん。何違うこと。食べてる時に言いますやんか、ね、食事レポギャグ。ね、今う三つみたいな、井上さんもありますやんか。ないよそんな。いつも言ってますやん。言うてへんやん。ボーノーみたいで。いいのーって言ってますやん。言うてへん。あ、言ってますか。うまいのー。あ、うまいの言って。で、こうほっぺにして。ねえ、浜さんね。ちょっともう一回、もう一回、ちょっと食べていただいて。いつもの感じ。いつもの感じ、テンションもね。はい、いつも俺ら聞いてる。ここから照れてる。ここから使いますんで。はい。照れてるんですか。うん。うまいのわかるよ。初めて。わかりますね。うまいの。初めて見たわ。ありがとうございます。うまいのいただきました。ねえ。急に味せえへんなった。いつもやってますやん、うまいの。うん、また出るの期待してますんで。はい。はい、だけは終わる。続いていきましょう。続いては、特大、ボイル本ズワイガニ一貫でございます。はい、こちらですね。はい。じゃあ、平井さんちょっと行ってみましょう。いただきます。うん。あ、これこれで出てる。うわこれは、はい、おいし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 三つです。し三つ出ました。これ二つかと思ったけども三つ出た。わかる。分かってくれた。し三つが分かる。これ言った後の初めて言われた。じゃあちょっと皆さんもちょっと召し上がっていただいてです。これはこれででかいな。でかい。これはでかい。本ズワイガニ食べ応えがすごそうね。はい。これもポン酢でいいの？はい。これはカニの王様と言われる本ズワイガニを使用したこの商品はですね、水揚げ後すぐに茹でるなど、うまみを逃がさない特別な加工方法を使っておりますと。噛めば噛むほど、カニのうまみと、はい、豊かな風味。肉厚やね。うん。さあ、浜田さんいかがですか？ペラペラじゃないよ。うん、ペラペラじゃないでしょ？うん。浜田さん、ちょっと食べていただいて、どう？食べたよ。いつものほら。え？いつものやつ。食べたら変身しますやんか。え、どういうこと？食べたら、いつも、馬田正俊ですって。ああ忘れてた。そうでしょ？ちょっと食べていただいて、ちょっといつもの返信見してください。なるほど。飲み込んだやん。うん。馬田正俊です出た馬ちゃん来た馬ちゃん来ました。俺ちょっと帰りたい。わかります。なんだなんだ。すごい。ちょっといてください。いてください。すごいわかります。すごい。いてくださいよ。馬田正俊さん。馬田正俊さん。変身ほら、馬田正俊に変身してますから、今。俺もうまいのいうとき、心臓ギューなりました。さん、何でしたっけ？うまいのや。違う、そんなテンションじゃなかったよ。え？どんなちょっと食べてください。めちゃくちゃされてる、こいつらに。あ、これは出た。なんなん、お前ら。あ、うまいのマジ頑張れ。ここはグッとこれ。むちゃくちゃいいのに。踏ん張れ。こちらカニ1本ね、丸ごと使用していますので、ボリューミーで美味しい本ズワイガニをリーズナブルに楽しめていただけますということでございます。さあ、今日ご紹介した、贅沢ズワイガニ盛りと、ボイルの、え？あ、すいません。ええってない？ええってない？誰も何も言ってないです。ないね、ええって。はい、さあ、今日ご紹介しました、贅沢紅ズワイガニ盛りや、ボイルの本ズワイガニに加えて、丸ズワイガニや生の本ズワイガニ、カニ味噌など6種類のカニ商品が一皿で味わえる。そうなんです。極み一品超カニ尽くし。え？
いや、ないから。一位って言うのはない。極みの井の一品、はい、品超カニ尽くし1290円。こちら。ね。そして極上カニフェア限定で8月2日までお楽しみいただけますので、ぜひ皆様カニ好きの皆さん、ぜひくら寿司で、ぜひ注文してみてください。これは本当美味しい。はい、お前らもうこれ読まれへんのやったらもう入れへんで、中に。読めてるやん。読めてへん。いや、俺は読めてますよ。じゃ、マイクでちゃんと読めよ。伝わってるでしょ、でも何で。覚えろ言われたんちゃうやろ。これ見ながら言うだけやろ。じゃあ浜田さんちょっと読んでみて。なんで脳を抜かすの。え、のありますか？のとかもとかね。なあ、はい、さあ、というわけでございまして、皆様、また、来週もですね。うわ、びっくりしてる。それは、すごいびっくりしてる。新場所みたいな。新略新曲でさ、馬田正俊からの。馬田正俊さん。馬田さんがスタジオから帰ってくれ。はい、というわけで以上、くら寿司プレゼンツビッグラポンのコーナー、ハイパーでした。ありがとう。それは忘れへんねん。さあ、浜さん、はい、平瀬さんのお名前届いております。あ、そうか、はい、そうですね。まあ今狩りやもんね。狩りなんですよ。はい、狩りです。はい、平井さんの名前ね、よーけ届くんすよ。ありがとうございます。みんながやっぱりちょっとそこは自分のやつで決めたらいいよねって思ってるんやろな。思ってるのと、あとほんの寝る寸前ぐらいに適当に考えたやつ書けるんで、うん、なるほど、ええ、でも本当に今木村拓哉なんで、ええ、ちょっと徐々に裏で浜田さんがおい木村って言い出してちょっとですよ。確かに。まだちょっと飲み込めてない、ね、俺らの中で一番守ってくださる方やん、はい、そうなんですよ。確かに確かに。ペライチの時も、はい、飯食いに行った時これペライチちょっとそれ取ってそうなんですよ。ちょっと飲み込もうとしてるから。そうなのよ、ね、はい、ありがとうございます。まあ今は仮で、はいはい、木村拓哉という名前でございます、うん、そんな平井さんにお名前届いてます、八王子支部構成員銀シャリうなぎは八尾の星さんからいただきました。はい、皆さんこんばんは。木村拓哉さんに勝てる新しい名前考えました。うん、ブラッド・ピット。うん、もう、ね、ドリアンズの。ドリアンズのブラッド・ピットです。うん。うん。うん。ブラピ。ブラピ。略して。なるほどね。うん、どうですか。もうちょっと言ってみて。どうも、ドリアンズのブラッド・ピットです。うん。木村拓哉で言ってみて。どうも、木村拓哉です。ドリアンズ、ドリアンズのがいるやん。あ、すいません。どうも、ドリアンズの木村拓哉です。まあ、まだそっちやな。まだそっちやな。どこ怒られてんの。どこマジで怒られてんの。いや、だってドリアンズは好きな方、わかるね。申し訳ない。木村さんちょっとですね、俺ドリアンズでしたもんね。そう。まあ、そうか。宝塚支部構成員、なゆたさん。木村さん、木村拓哉さんを超えられるのはもう国の首都の名前ぐらいしか思いつかないです。ほう。ドリアンズの、スリジャヤワルダナプラコッテ。ん？ん？スリランカの首都。ほい。スリジャワラル、スリジャワルダナプラコッテ。いや、それはもうええわ。これはもう、ちょっといいそうです、はい。で、東京支部構成員、小平の祐希さんからです。アダルトダンディ、平井、ひらひら万歩。あれちょっと待って、なんすかそれ。何勢いあるな、ちょっと。勢いありますね。これ言い方やで。そう、確かに。あ、言い方ですかね。兄貴の。ちょ、自分で言って、はい、自分で言ってみて、うん。どうも、ドリアンズのアダルトダンディ、ひらひらひらまんぼです。最後のポア。そうね。うん、アダルトダンディ、ひらひらひらまんぽです。違うな。最初井上と呼んだ時は確かに何でしょうね。何だろう。いや、それもちょっとやっぱり木村拓哉には勝ってない。確かにですね。そんな悪くないですけどね。アダルトダンディひらひら万歩。うん、なんか だいぶ食った感があるね。なんかそう、もうちょっと、うん、あ、もうちょっとまっすぐがいいですか。宮城支部構成員ソキウス加賀谷さんからです。はい、バッテラ太郎。バッテラ好きなの。いや、もうちょっと一回も。福岡の子やろ。福岡で、はい、福岡ですけど。通天閣高尾。いや、その、俺、いや、もう、大阪じゃないんで、福岡ですよ、ね。なんかさ、そうなんのかな。なるんすかね。だから、竹島なみたいな。そうですよね。あれだな、つって。お前、通天閣高尾だな、つって。
いや、めちゃくちゃ不幸かよ。不幸かよ。そうよ、バッテラ太郎。バッテラ太郎。バッテラ太郎。どうも、ドリアンズのバッテラ太郎です。カタカナと、まあ、漢字ね。あ、なるほど。うんうん。まあ、関西に住んでる芸人の子でがつけたらいいんじゃない？確かに。ああ、そうですね、うん。そうですね。通天閣高尾。だから誰か、また、この先ね、わかんないですけど、うん、その、若手の子で練習卒業してすぐとかに、機会があって、なんか浜田さん名前つけてもらっていいですかって言ったら、バッテラ太郎あげてください。そうですね。まあ、コンビやったら、じゃあお前バッテラ太郎な、じゃあお前通天閣高尾な。うわぁ。これ準備しとかね、出てこいやつですよ、これ。スラスラっとこれ。そうか。まあね、平井が大阪言ったら通天閣高尾は。そうですけどね。ちょっとまあ、ゆかりがないんで。そうね。確かにな。はい。惜しいけどな。大阪支部構成員、猛烈に中途半端なイケメンさんから。トラフグ平井。フグね。トラフグ平井。まあまあ、フォルム。そうですね。確かに。フグっぽいから。うん、まあ、かっくりしてね。かっくりして。フォルムがそうなのかな。トラフグ平井、うん、大阪支部こちらも猛烈に中途半端なイケメンさんからですね。ツルピカニョイボニョイボニョイボ、あのニョイボ孫悟空の、うん、ツルピカはどっから来てんのよ。ツルピカどっから来てんの、うん、あれかな、脱毛っすかね。あーあーなるほどなるほど、そっからや。脱毛あ、そうっすね。の、あれ行った時に、おじさんで元気になっちゃったっていう。あ、はい、そうですね。あ、ちゃんと聞いてたんやな。なるほど、なるほど。そっからですね。そっから。で、ツルピカ。うん、うん、そういうこと。あ、尿意棒ね。尿意棒。そういうことですね。そういうことやね。そっか。姫路支部、構成員、さらばおっさんのテカリさんから。アブラムシ。木村拓哉さんも断れるんですよ。ちょっとそれはちょっといい、何か本当にいいの、まあ、あれば、それは木村拓哉さんが決めてください。それはどうですか、浜田さん。いやー、まあやっぱちょっとまだ、うーん、これっていうのがなかった。今回これっていうのはそうね、なんかないですか。俺はまあ嫌いじゃないけどね。これアダルトダンディひらひらまんぽ。いやアダルトダンディひら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 まんぽか。アダルトダンディひらひらひらまんぽ。マンポ、これ申し訳ないですけど、名前のやつっていうのはどれぐらい、これが全てですか？結構来てます。ありますよ。結構来てるんや。来てます、来てます。ありますよ。うわぁ、めっちゃ来てます。あ、来てるんや。すごいな。いや、まあまあ、いいよ、別に。その、いや、あります。ザッザッて行きましょうか。いや、まあまあ、別にええよ。兄貴、大丈夫。兄貴、大丈夫。別に、大丈夫。大丈夫みたいです。ちょっと今日。いや、あるよ。一本上司とか、三角コーナーとか来てますよ。ハッピーハッピースマイルトークマン。読めへんかったっていうことはもうそういうことやなってことになってくるやん、こっちにしたら。申し訳ないけど。それ読んでしまうことによってさ、こっちのコーラにシールあげよう思ったのに、ここ今2つ読んでしまって、それもあげなあかんことになった。で、あんまり読まんといてって思う。あげなあかん。あかんことやない。あかんことないです、全然。いや、別にそう、浜田さん、これやったら別にシールあげてもええなっていう子にあげればいいので。ああ、そういうこと？はいはいはい。まあ、この間からあげてる方ですよ、だから。そうですね。まあ、でもなんかその、まあ、木村拓哉って言われた時ほどの衝撃は、ね、そうやね、そうやね、そこがな、なんかね。で、そこへ持ってきて、ブラピやろ。ブラピっすね。もう同じとこ行ったから、ちょっとしんどいやろ。通天閣高尾にあげようか。通天閣高尾。あ、サキュースかがやさん。通天閣高尾。いいですね。いや、いいですね。通天閣高尾ね、嫌いじゃないですよ、僕は嫌いじゃないんですよ。嫌なのですもんね、また。ちょっと笑ってまわへん。確かに。なんか想像すんのよ、いつも。その後輩が楽屋に挨拶来てくれた時のやつを、なんかコンコンってしてしまわず入ってくるやん。東京 NSC32 期生ピン芸人の通天閣高尾ですって。ちょっと笑ってまわへん。確かに。それは言うの見たことない。え、なんてって言ってまいません。なんか楽屋挨拶問題もあるんですよね、親父ね。親父も、この前誰来てたっけなみたいな、なんか緊張してて結構みんな早くちゃうんですよ。そうですね。
分かれへんねん。はい。で、親父に誰でしたって言ったら、いや、もう分からへんねん。なんかもう緊張してるから。わーって言うからな。早口になっちゃうからね。だから、ゆっくりね。はっきり。そうそう、はっきり言える。通天閣高尾。それはすぐ覚えれる。覚えれますよね。分かれへんねん。そうよ。ああ、よかった。そんなに確かにね。どうしますか。でも通天閣高尾にしますか。僕通天閣高尾ですか。いやいや、まだ木村拓哉。まだ僕はドリアンズの木村拓哉。木村拓哉。はい。木村拓哉さん。嫁とかなんつってんの家で。字はどうなのって。そこはちょっと気になる。心配してんだ。なるほど。字とか。これ漢字はどうなんですか。そのまま。そのまま。その漢字はどう。これ木村さんに許可なんて。許可もらわれた。本人から何か、なんか、何か来るまでやり続けたろ、やめてくれよ。やめてくれっていうのが、ここは、いるんだって木村拓哉。なるほど、なるほど。ここのとこまだ連絡ないです。まあ、ない。ちょっとご本人に届くまでよ。届くまでやってやろうで、もしかしたら来るかもわからへん。ええ。そうですね。文句言いに。そして木村拓哉さん二人になりますやんか、これ。そうやねん。ややこしいやんか。何にもややこしないっすよ。見たらわかる。全然ちゃうやん。主張します。木村拓哉さんも。じゃあ平井さんまだ平井さんじゃない、ごめんなさい、木村拓哉。そうだよ、間違った。すいません、すいません。そうです。木村です。じゃあちょっと、はい。普通のお便りも生かして。あ、全然いいですよ。いいですか。うん。ですね、ちょっとね、紹介したいのがあったんです。まあたくさんいただいてますね。これはちょっと聞いてみたかった。新潟支部構成員、タクシーダイナマイトさんからです。浜田さん、皆さんこんばんは。以前、松本さんが。はい。温泉旅行に行った際、風呂上がりの、宮川大輔さんが、松本さんのパンツを間違って履いた後、すぐ脱いで、兄さん、履いてくださいと言われ、切れたというエピソードを話していたのですが、浜田さんは、可愛い後輩が一瞬でも履いた自分のパンツ履けますか、切れますか、ビンタしますか。何なんだろう。いや、だから、その先週の話じゃないですけど、みんなでそうやってゴルフ場行って風呂入った、出た、待機が間違えて、浜さんのパンツ一瞬履いて、おいって言って、あ、すいません、あ、すいませんって渡されて、履けますか。いや、別に、もう履けますけど。平井。ちょっと伸び。まあ、ゴムビローンってちょっとなるんや。ゴムビローンって。そこでも一瞬やからね。一瞬、一瞬そんな伸びないのか。嫌な、いや、別にしゃあないやろ、間違ったんやったら。なんで間違えんねんっていうのはずっとあると思うけど。なんで、でもそれはそうですよね。ずーっと残るとは思うけど、なんで間違ったんやろこいつとはあるけど、まあまあ一瞬やしええか。そこでまあまあそれはまあちょっとね、笑いにして多分切れたみたいなことにしてると思うねんけど、はいはい、嫌じゃないでしょ。お前平井が間違って相方がパンツ履かれたら全然何にもそんな、え、あれは無理でしょ。そのそれこそあいつ、歯ブラシ貸してくださいできるんですよ。え、いや、無理や。あ、それは、これ無理でしょ。いや、貸すのはええで、もう使えへんし。うん。ああ、もう、戻されても。そう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 。あげると。あげ、もう、そうやってあげるよ、ですよね。え、使えるんすか。いや、あいつは。人のやつでやれるってこと？はい。いやあいつあかんな。あ、出た。あいつあかんで、そういうことやったら。そうそう。しかも、あいつの理論が、で、綺麗にするもんやから、はあ、その歯ブラシ自体が、はいはい、それが汚いわけないっていう、いや、そういうことじゃないやん。だから綺麗にするもんやけど、うん、一応汚れてるもんやんか。はい、でそれを綺麗にしてるじゃないですか、うん、でそれ自体も洗ってるわけでしょ、言うたら。いやー、ちょっと厳しいな。壁ですかそれは。いや、マジらしいっす。壁じゃないらしいっす。マジらしいっす。ほんまに、はい、あ、それ普通にできるってこと。普通にできるんですって。いや、僕だって普通に一回楽屋で言われたことあるんですよね。兄貴すみません、歯ブラシ借りていいですかつって。なんでやねん。なるほど。すごいっすね。思ってるより、みたいな顔して。ワックスみたいな言い方で。そうそうそう。ちょっとワックス貸してくださいぐらいの感じ。それ、他にもあるのか。わからんな、わからんな。その OK 的な。歯ブラシ OK。いや、だからそれに比べればパンツなんて可愛いもんね。全然全然。全然ね。歯ブラシの方がきついわ。でしょ？うん。無理やろ。いや、無理。さすがに仲良いだって人の歯ブラシ貸してとはできへんよな。いや、できない。歯磨き粉ですらちょっと考えません？歯磨き粉ちょっと考えない。いや、歯磨き粉じゃない。歯磨き粉マジで。いや、俺、ヒゲ剃りがちょっと嫌かもっすね。あ、それもおるな、ヒゲ剃り。あ、俺、ヒゲ剃り大丈夫やわ。ええ、そうっすか。うん。
ヒゲ剃りをなんかね。意外と大丈夫だけど、歯ブラシだけちょっときついな。歯ブラシきついですね。歯ブラシはきついな。もう。歯ブラシごときつい。歯ブラシがどうとか。がきついですね。かわいそうや反論できへんの。てか、その、兄貴に普通に貸してくれって言った、今まで成功したってことですか？あ、誰か一回でも。いや、らしいで。あ、そうなんだ。だって、じゃないと、そんな言って、これ逆に言うたら何までやったらいけるかって聞いたらおもろいかもわからへん。あ、みんなっすか、うん、あ逆にだから、いや俺も歯ブラシ全然いけますね、例えばこれ僕いけますけど無理ですかとか、はい、だから逆は結構いるじゃないですか、うん、まあ、いわゆる潔癖になっていけばいくほど、はいはい、まあ確かに、うん、無理なっていうことやから、うん、だから歯ブラシ逆に大丈夫、何があんのかな、絶対嫌やなって、でも聞いていったら、体洗うタオルなんかどうですか、自分の体洗うタオルとか、いや、それは大丈夫ですか、別に。そう、別に俺も大丈夫。別にいけるな。多分、それがいけんねやったら歯ブラシで一緒や。今でも体洗うときにタオル使ってんの、もうおじいさんだけちゃう？今みんなもう。今もう手。こうやれば。手ですから。手で肌痛めるからね。僕でもしっかり使いたい派ですよ。あ、本当は。銭湯行ってる時代のさ、おっさんとかはタオルで。タオル使ってやりますよね。そっちが取れるみたいな。確かに。何があるかな、何があんのかな、でも歯ブラシはなかなか最強っすよね。最強やと。いや、だから一番でかいのがもう来てしまったから。確かに歯ブラシちょっと一番上かもしれない。それ以上はないかも。そうかもっすね。ね、うん、いや、じゃあもうこれ聞いてる方でね、私もなんかこれやったら全然大丈夫っすよっていうのがあれば、もし。いや、ほんま確かに。ちょっと聞いてはみたいっすね。うん、これ OK なみたいな。そうやね。はい。でも、あ、これ以上はないような気するね。確かに歯ブラシすごいな。すごいやろ。ちょっとすごいっすね。まあだから結論ちょっと。食べがあかんって、はい。なんかありますかね。なんか。言い分あるんすかね。言い分あるんすかね。あかんな、俺。あいつあかんですね。うん。いや、はぁ言われても。はぁ言われてもさ。いらんもん、いらんし。番組では、ここら辺まで、全然大丈夫ですよっていうのも含めて、人によって違うと思うから、はい、ちょっと聞いてみたいよね。ね、ちょっと我々も聞いてみたいので、メール送ってきてください。うん、平井さん、宛先お願いします。はい。かしこまりました。メールアドレスは、gobgob@mbs1179.com。メールアドレスは、ゴブゴブアットマーク mbs1179.com です。そしてハガキ封書でも OK です。宛先は郵便番号 530-8304 MBS ラジオゴブゴブラジオまで。番組名はくれぐれもお間違いないようにお願いします。はい、大ちゃん勢いでごまかすなよお前。さあ、この番組は音声配信アプリラジオトークでも全国から無料でお聞きいただけます。詳しくは番組公式ツイッターをチェックしてください。はい、というわけでここまでのお時間は、ライセンス井上とドリアンズ堤大樹とドリアンズの木村拓哉とダウンタウンの浜田でございました。また来週お会いしましょう。さよなら。サンキュー。ありがとう。これ香水も最後にどっちやろってなるよ。どっちか。ありがとう。ありがとうじゃなかったとか。あ、今日サンキューや。